マスマイナス537は1960年代にソビエト連邦のミンスク自動車工場で開発された88輪駆動の大型軍用トラクタートラックである。ソビエト連邦や友好国で主力戦車や装甲戦闘車両などを輸送する戦車運搬車として運用されていた。マスマイナス537の製造は1959年に開始され、 1960年代になって実戦配備された。開発のベースとなったのは同じく88リンクのマスマイナス53050砲兵トラクタートラックである。1960年代前半に製造拠点がミンスク自動車工場から KZKT に変更され、1990年頃まで生産された。マスマイナス543は、 出力525馬力の D12A-52538.9 リットルディーゼルエンジンを搭載し、チャムザップ -9990 やチャムザップ -5247G などのセミトレーラーを牽引した状態で、初期型は約50トン、後期型では約65トン程度の積載容量を持ち、西側製と比較して比較的軽量なソ連製主力戦車や、 重装構装機式装甲車を搭載可能であった。また最も多く使用されたマスマイナス 537G は巻き上げ能力15トンのウィンチを装備していた。マスマイナス537のキャビンは前方に張り出すような構造で、キャビンの後部にエンジンが搭載される構造となっている。マスマイナス537の設計をベースにして、 ほぼ同時期に開発されたマスマイナス543も同じ D12A-525 ディーゼルエンジンを搭載しているがこちらは左右のキャビンがエンジンを挟むような構造をとっていた基本型はトラクタートラック型であるが派生車種としてカーゴトラック型のマスマイナス 537A 車体後部に大型クレーンを搭載したマスマイナス 537K 回収車両型のケット T、修理部隊用の MTPA4 などが開発された。1980年代以降、戦車運搬車型のマスマイナス537は、後継車種の KZKT-7428 に更新が進められた。KZKT-7428 は、外見は近代的なものに変更されているが、中身の設計は、 マスマイナス537の発展改良型といえる車種であった。2013年には KZKT-7428 の後継としてカマーズ製のコマッツマイナス65225が登場したが、この車両は民間型キャブオーバートラックのデザインをベースにしていたためオフロード走行性に問題があった。 2015年に公開された最新型のコマッツ -78504 はこの問題に対応するためマス -537 や KZKT-7428 の設計を踏襲したデザインレイアウトに戻されている。Wikimedia Commons にはマス -537 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。